ちなみにあのベイクレをすごい好きな、はい、この列の後ろから2番目の席の子が、はい、すごい好きやから川谷です。川谷ですか。いっぱい触った。いっぱい触りました、はい、遊んできました。ごめん、この中やからこれで一緒に。Quand t'es venu dans la rue incon... Yo, imagine, t'es ojale! Hey, Chanda! Mimix, Hanakso, Perolichio, Domo, Peroi, Nashiko desu! Yo, Kena! Omori na te, Koko, Daisen Shuta! Kōkō jidai no shashin ga, kochira na imasu! Daisuko desu ne!3枚並んで出てると思うんだけど、まあ陰キャでしたよね。まあまあそうやな、そこは否定せん、全然否定せん。まあけど YouTuber で一応100万人超えさせていただきました。はいはい。で、僕たち母校一緒で、はい、まあ、私たちは母校一緒なんですけど違う予定があるので、うん、この3人で来ました、うん、皆さん母校について何か思い出とかあります？いや、あの陰キャやからあんま思い出はないんやけど。そうなんよね。まあけど唯一ね、はい、思い出があるって言ったら、うんうん、センス教師でね、あ、うん、僕あの秋島先生っていう教師がいるんですけど、はあ、その人にはよくそのお世話になったなっていうのはやっぱ思いがありますよ、ね、なるほど、ね、だからドバッシュもね、僕秋島先生って人に2年お世話になってるんですよ、うん、うわ長いな。そう、2年生3年生でしかも1年の時副担任秋島先生だったからほぼ3年間、うん、お礼はやっぱ言っときたよね。なるほどね。まあ僕は、まあ、君たちはまあ特進コース、僕は特進アドバンスっていう一番賢いクラスにおったんで、うん、まあまああんまかっこ思い出が陰キャすぎるわ。思い出が陰キャすぎる。ということで今回ね、僕ら3人でこの学校回るわけじゃないんですよ。まあね、勝手に回ってもね、うん、あれ違う、あれどこ行った。どこ行った。あれ秋島先生、いいですか。来ました。ほら、来ました。恩師でした。いやー、恩師ですよ。秋島先生です。あの、なんか僕たちの思い出とかあります？思い出、もうこの土橋、はい、あ、本名で、本名でいいんです。まあいいです、僕は。土橋君に関しては、もうこの2年と3年生で担任してて、はい、まあクラスの中心になるような。そんな感じだった。そんな感じだった。もう本当にムードメーカーで、はいはいはい、まあ今日来てくれるということで、はい、あの昔思い返しながら写真を見てたら、はい、ほぼ全ての写真に、はい、あの一番前に出てる。Quand t'es venu dans la rue一番目立つタイプ。そうだよ。そんな感じで、後で金払ってください。じゃあ次は僕の番。辰巳くんは、うん、そうですね、とりあえず優しい。ここだけすごく気になってたのは、あの多分すごい身長が高校で伸びたのか、うん、あのズボンがいつもつんつん。中学じゃないよね。全然やなと思ってました。ちょっと小川、はい、広いだし、いろいろと思い返してみたとか、そもそもよう考えても担任になったことがない。ああ、まあそうっすね。あんまり表に前に出て目立つようなタイプはなかったかな。あれ、あ、そうでした。まあまあまあ。あ、そうです。え、ってことは言い方変えたらいいんかな。あーって捉えてもらった。ということでね、いろいろ思い出があるんで、今から校舎の方回っていきたいな。嬉しい。ぜひぜひ。いいですか。じゃあそれでは皆さんで校舎回っていきましょう。どうぞ。大学や。え、ちょ待って待って、大学や。え、簡単より綺麗や。うわ、見て、あっちの髪や。綺麗なってんな。あ、ここでようポテト買ったわ。ポテト焼きそばパンね。おばちゃん、ポテトで。お前、そんな言い方したことないやろ。おばちゃん、ポテトで焼きそばパン。すいません、ポテトやろ。今こんだけね、自由に使えてますけど、高校の中学で使うから、もう俺らなんかね、もう小さい小さいドコモみたいなところで食ってたんですよ。うわ懐かしい。うわ見て、うわちょっと、あの、ペロちょっと、ここ座ってくれよ。ここね、ここ座る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 。じゃあスペゲスって誰なん？あー今回スペゲス用意してるわ。もう絶対怖いやつやん、うん、もうもちろん上田の友達やから。ちょもう行こうか、うん、行こうか。はい、ナイス。
って言って一人で飯食っておったんがペロこれが俺とペロの初めての出会い。おうで弁当持ってきてるのに食堂に来ないからこれ謎のルールボスがおってボスに絶対弁当持ってきてるのにここで食わない。そう俺はもうこの二択やったな食うとしたら。あ、玉屋丼な。うん、これフォントなんやろ。ユーチューバーすぎる。明朝か。ああ、これ何歳の？これ日焼けの？ああ、ぽいな。これ現役ゴシックのかな。これゴシックやな、確かに確かに。あ、Quand t'es venu dans la rue いつも乗ったら先生にぶち切れられない。レードが乗んなよ。レードが乗ろうもんな、本でもらわなかった。あれすごいクールな。先生の配慮がすぎて。でもマジで綺麗すぎる。普通やな。ここに手もあるじゃん。ここに手もあるじゃん。ここだけ新立高校や。何も。めっちゃ怖い。怖いすぎや。ちょっと待って。大学や。北陽ってめっちゃええ学校やん。こんなんじゃなかったで。ちょっと待って、もう警視庁本部みたいな。確かに。まだ集まんの遅い。先生が来てから何分経ってんの、本部。はい。とかね。ねえ。とか言っちゃった。言えますよね。はい、今携帯になったな。とかね。とかね。ありましたよね。高木、もう寝て。あっちの部屋何？なんか大奥出てきそう。大奥出てきそうな部屋あんねんけど。いくら入ってんじゃん？やばからんで。わからんな。そしたらもう、着物着た女が。せーの。閉めろ、閉めろ。はい、どうも、教室戻ってきました。ありがとうございます。まあ、ずっと一緒にいたんですけど、なんかあの頃から今にかけて、僕らどうですか？変わったこととかありますか？まあ、ちょっと喋ってたんですよ。やっぱ僕の中では、こうみんながこう高校時代でストップしてるので、そこが高校卒業式は多分初めて今日なので、7年ぶりがそこで決まってる状態なので、雑誌、まあ、そんだけすごい、まあ、影響力がある人になって、多少はそう思うんだけど、偉そうなとか、どうやっていう感じになってるのかなと思ったら、全然、もうある意味、高校の時のその素顔で。三者面談やん。いやいや、それは一番最初はあって第一印象で感じて、すごくだから嬉しかった。いやいや、いいですよ。レイクレ以外はどうかわかんないですけど、レイクレはそうですね。俺一個あるんですけど、神田の説明会あるじゃないですか。そう、あれで僕めちゃくちゃ爆睡して、めちゃくちゃ生徒指導して先生怒られてたんですね。その時に岸野先生がその僕の代わりにこう頭下げてくれたので、こういろいろこうやってくれたっていうのを覚えてます。あんま覚えてない。この3人の中やったら誰が一番勉強できたっていう。お前。お前。最後だ。お前。アドバイス出すなよ。アドバイス出すな。確かにね。まあそこはやっぱりお前。マジっすか。ありがとうございます。芝居だった。3人で生徒さんにこう昔ここにあれくれを天井を見てる話をするんです。いや、実はあんまりしない。言わない美学っていうのももちろんあるし、あえてね、けど僕ここの体育の先生に俺は又吉に教えてた。そういう先生もいながら、そういう美学もある。自分の教えた人が100万に突破したっていうのはどういう感じなんですか？逆に聞きたいのは何できっかけでそうなったんやっていう。あ、本当なのね。高校からここまでストップしてるんで。あ、そうっすよね。これ明確に一個あんねん。空き巣の先生がらに、これはマジで話したからです。これなんでこうだったかというと、覚えてますかね。
ある日電車に秋田先生が乗ってきはって、僕乗ってて、で横に座られてますよ。高校2年ぐらいかな。で僕に来たし、お前今理系と文系とかねあると思うけど、アメリカにはそういうのない、理系文系分からへん。あの自分の好きなとこどんどん伸ばす、これがええと思うねんけど、俺は高校の担任してるからあんまりこれを大事して言わないけど、お前にはビッグになってほしいって言われたんですよ。まあ、その時アクション先生バリ酒臭かったちょっと弱かったそこで、あ、なら自分の好きなことを伸ばすよりも考えあかんなって思ったんですけど、そこで覚えてます。あ、それは覚えてます。マジで忘れてるんですか。ビッグなれよって3回ぐらいと思って僕がその時言ったのは、その自分のやりたいことであったりとかをもう一生懸命からやって前に進んでいったら、振り返ったら気づいたら、あ、もうここまで来たんだって思うことっていうのは絶対あるで、スクラムいっぱいやるっていうのは話したこと。僕もなんかちょっと同じ類でちょっと聞いときたかったんですけど、立命館大学首席ですか大学院大学院ですか。いやもうそれすごいなと思って学歴中なんで本当に頭いこうよ。やっぱり何やそれ。いや、いざ大学通ってみて首席ってやっぱすごい。あ、まあ、まだちょっと続くねんけど、うん、秋篠先生やっぱ頭いいから、うん、結構ストイックなこと言ってくださるんですよ、うん、で、僕に土橋君、お前勉強しよう、もっと勉強しよう、勉強しすぎてもしないって言ったんですよ。まあまあそれはね、そうなんですよ。けど勉強しすぎたら失明はするって言ったんですよ。でこれなんでかって言ったら、僕のおじいちゃんが勉強しすぎて失明してだから気をつけろよって言ったんですよ。あら、あら、ほんま、すごい。あ、もうほんま、僕らレイジーライクレイジーって言うんですけど、まあ、あの秋篠先生、英語の先生じゃないですか。レイジライクレイジの正しい発音確かに意味も聞きたい。あ、確かに確かにレイジーライクレイジっていうのは僕らってテンポだけで決めた。あ、そう、多分あんまり意味どう思ったらいいかな。あ、ライブはちなみにどういう意味だよ。そう、嘘もあるし、嘘もあるし、何々にある。そう、そっちなんかなって思って。ああ、太陽は狂気と共にある。なんかそういううちの方なのかな。太陽は狂気と共にある。高校の時よりボキャブラリーがすごいよ今。じゃあなんかあの、動画があるみたいなんですけど、はい、なんか僕らが在籍してた時に、あ、なんか見たいです。見せてもらうことできますか。こちらのプロジェクターがあるので、こちらで流せる。あ、来た。良平さん。まあ、なんか例えばいろんな人のメッセージとかね、例えばの辰巳の秋篠さんが好きー、あーい、やめて。今、かけてましたけども、お、おい、普通に秋篠が好きー、あーい、みんなの思いを乗せて、ちょっと僕ちょっとおこがましいですけど、曲をね作ってきました。ちょっと音外れちゃいましたけども、こいつ名曲名は消えないような、たくさんの
だけのように先生いつもありがとう先生いつもありがとうございました長い付き合いとかじゃないけど一生分の愛を感じた先生が僕たちの先生で本当に本当によかった Thank you 3年間ありがとうございました。あ、1年間やった。あ、もう最後もう